はい、皆さんこんにちは、ユーフィット、トニーです。今日は痩せたいならスクワットをしろと解説して、で最後に一緒にエクササイズやっていこうと思います。なんでまあスクワットが痩せやすいか、スクワットのですね、動作の特徴に、あると思ってます。スクワット一度やるとですね、こんな状態ですね。立った状態からお尻下ろして立ち上がる、こんな動作になります。と、基本的には動いてるのがね、下半身、足の方ですよね。胴体はそんなに動いてない状態になってます。なんですけども、今見てもらうと結構いろんな関節がね動いてたかと思います。関節をまたいで筋肉ってついてるので、いろんな関節を動かせば動かすほど、それだけ筋肉も動くと。で、特に下半身についてる筋肉多いので、やっぱりそれだけ消費されるエネルギーも多いと。で、あとこういういろんな関節動かしたりすると、同時にこの、僕さっき上半身動いてないって言ったんですけど、上半身を固める安定させるために、体幹周りもしっかりと使ってるので、結果的に全身をしっかり動かしてるということになります。なので、同じ時間、例えば筋トレっていうとみんなこういうバーベル持ってアームカールみたいなのを思う人もいるかもしれないですけど、あれだと例えば腕しか動いてないんですけど、同じ時間スクワットすると、全身動いてるということで、非常に時間効率がいいと。なので、短時間でより多くのカロリーを消費できるという意味でスクワットというのがおすすめになってきます。そしたらスクワットですね、やっていきましょう。自重なのでそんなに負荷がないので、皆さんやってもらうのは15回から20回ぐらいですね。じゃあ一緒にやっていきましょう。足の幅は肩幅ぐらいに開きましょう。で、つま先ちょっと、15度から35度開いてもらって、で、しっかり大きく息吸って胸張ります。初心者の人って膝から行ってこういう感じになっちゃうんですね。これだと膝に全部体重乗って、特に膝だけしか動かない、こんなスクワットなんですので、しっかりまず股関節ここから動かして、ちょっとお尻を引くような意識ですね。お尻を引いて、ももとお腹少しだけ近づけてあげて、そこからお尻を下にスッと落としていくという感じです。こんな感じで始めていってますね。2回、はい、3回と、で、4と、こんな感じでやっていきます。で、こう動かしながら、次に気をつけてほしいのは、しっかり重心、足全体がですね、床についておく。足全体で床を踏んでやるということです。つま先の方行ったり、かかと行ったりしないで足全体で踏みましょう。で、次気をつけてほしいのは膝の方向ですね。これも結構やっぱ初心者の方内に入っちゃったりするので、ちょっと外側意識して、重心もちょっと、外側ラインですね、小指のラインを意識しながらしゃがんでもらうと、膝が自然と外に出て、で、お尻も疲れてくるという感じになります。で、あとは上半身ですね。上半身もしっかり胸張ってやっていきましょう。で、胸落ちちゃう人はしゃがむときに少しこう手を前に出してもらうと、胸も落ちずにやりやすいかなと思います。で、あと深さなんですけど、受ける人はしっかりお尻をこう落としてほしいんですけど、体硬い人なんかだと深く移行するとこうつま先立ちになっちゃうんですので、その人は重心がしっかりやっぱり真ん中に乗ってるかというところを意識して、しゃがめるところまで立ち上がってくるという形でやってもらうといいですね。多分今20回以上やってたかもしれないですけど、20回このぐらいのペースで、少し休みを置きながらですね、まずは15回から20回を3セットぐらいやってもらうところからスクワット始めると、本当にもうこれだけ全身温まっていい運動になるかなと思います。それでは皆さん家でやってみましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ユーフィット、トニーでした。